もちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ811です。はい、今回紹介するのはですね、前回前々回でさらにその前に紹介したセイントクロスマイス EX じゃないよ、セイントクロスマイスシリーズの、ブロンズセイント5人のうちの2人を紹介しました。で、この2人っていうのがゴッドクロスってやつですね。ペガサス星やドラゴン支流のゴッドクロスの方を、今まで4回だねにわたって、オブジェ形態、装着形態というふうに紹介してきました。というのもこの企画っていうかね、これ自体は、2016年の12月に実施したアンケートをもとに行っております。ということで今回はその3体目だね、そちらを紹介したいと思います。それがこちら、じゃん。はい、セイントクロスマイスの、ギガナス氷河ゴッドクロスってやつ、こちらを紹介したいと思います。一応箱の形状としては、まあ前回っていうかドラゴン支流とペガサス星矢、そちらと同じなので、まああっさりといきたいと思います。一応箱としてはこんな感じで、側面裏、まあ裏こんな感じだね。で一応こういう風にマスクありなし、まあできると。で、あと、表情パーツが、顔のパーツが一応こう2種類ついてるかな。この左目が包帯巻いてるやつと、普通に何もないやつ。こう2つついてるよという感じですね。で、横と、上と、下となってます。で、まあ一応、今までのね、2人を見ていたらわかると思うんですけど、この動きは多分限界です。この辺がね、ほんとマックスで動かしたらこんな感じかなっていうぐらいの稼働になってます。まあそれは一応この2つのね、紹介したやつをまあ見ていただければなんとなくわかると思います。一応こちらの方をバリッと開くと、こういう風にパーツが収まってて、梱包逆だね。これ実際何回か箱を開けて組んで遊んでますけど、これ本来逆ですね。こっちにこの氷河が入ってて、こっちのオブジェ関係がこっちに入ってるっていうのが、普通です。なので、箱逆で入ってますね。うん。こういうこともあります。ということで、一応こちらですね。この箱からパーツ出す前に、まあ一応ね、先ほどのケース一回出したいと思います。で一応いつもね、こっから出したいと思います。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したらこういう状態になってます。こちらに氷河が入っていて、あとこっちにマスクと、あと腕とか足のパーツが入ってるよと。で、こちらに胸部パーツとか腹部関係のやつ、オブジェフレームがある。そして今支えてますけど、後ろに、こういう風に2段階になってて、こちらに羽ですね。羽と、オブジェ形態用のベース、それと支柱っていうか、足をちょっと支えるような感じかな、という細い、金属製の棒が1本入っているという感じです。で一応こういう風に重なって入っているという形になっております。はい、ということで一応今回は、オブジェ形態を組んでいきたいと思いますので、オブジェフレームのパーツ、あとクロスですね、そちらの方をちょっと準備して並べていきたいと思います。はい、今回使用するパーツを並べたのがこの状態となります。一応こっちがオブジェフレーム関係と、あとは羽ですね、あとちょっと見えないかもしれないですけど、この奥に台座っていうかベースが置いてあります。そして、こっからこっち側。こっち側が、一応クロスですね。まあ、どっちにしろこっちにつけちゃうんで、まあ、ひとまとまりなんですけど、そのパーツ。で、こちらの、キグナス氷河ゴッドクロス。こちらの方は、アニメ原作。特に区別するようなパーツが付属してないという感じですね。今のところ紹介した、ペガサス星矢、ドラゴン支流、キグナス氷河今回。で、一体だけだね。ドラゴン支流だけアニメと原作の違いがあるみたいな感じですかね。はい、あとそれ以外にちょっとチラ見でワンパーツだけお見せすると、こういうやつですね。こちら、次回使うかどうかっていうと使わないんですけど、技再現用のね、胸パーツなんですけど、こういうのもあるんですけど、これ余剰品になります。で一応説明書がポンとこういう風にありまして、でペラッとめくるとこんな感じで、これがオブジェ形態っていうか、オブジェ組んだ状態がこういう形で、装着するとこうなります。でこれをペラーンと開くとこういう風に説明書になってて、一応今回使うのがこっち側だね、こういう感じです。そして次回、一応こちらの方にラインナップがあるよという感じになっております。はい、で一応こちらのクロス分解図っていうか、この図の状態なんですけど、この状態は多分アニメでも、原作でも実際は出てないと思います。
要はこのクロスがバーンと外れて氷河についてこうなりましたっていうのがなく、多分漫画とかそういう巻末のやつにこういうやつが載ってたんじゃないかなっていう予想です。実際あの漫画は持ってないんでね、その辺は詳しく分かんないですけど、はい。ということで、早速こちらの方組んでいきたいと思います。まずは首っていうかね、そっちから組んでるかな。一応こちらのパーツ、これが実際メインとなる部分なんですけど、この状態じゃ組めないんですね。これに側をガチャガチャっとつけて終わりではなく、実際ここのね下にあるこいつとかも組まなきゃいけないんですけど、まずこの状態でここも外れるんだけど、全体的にこう抜くと、こういう風に取って、今持ってるこいつも実はこういう風に分かれてます。一応こういう風にまあ3パーツかなにとりあえず分けます。そしてまず中央となるこいつを組んじゃおうかな。このまあ完全にボディだね。こいつのここに右腕のパーツをつけると、それがここに置いてあるんですけどね、こいつをここにズボッとねしっかり差し込みますと、はい。そしてこれができたら、ここの部分に腹部パーツ、こいつを左右に割るんだね。こういう風に左右に割ります。そしてこいつの今つけたアーマーが見える状態で、こっちとこっち形が違って、こっちの方がちょっとパーツ少ない感じ、こっちが多いやつなんですけど、これをこう持ってここに重ねるよと。そしてこいつを合わせると、はい、このようにつけましたって言いたいんですけど、全然ついてないんだよね。だからわざわざ半分に割ってつける必要性はなく、そのまんまの状態でスポッて、これで OK だと思います。そして今ここのつけた部分にこういう形状、これ実際首になるパーツだね、ここのやつを上からスポッと入れて、まあこういう状態にしますよと、こうだね。そしてこの状態のパーツにこの胸部パーツだね、こいつをこう展開して後ろからはめます。ではめるときに、この裏側にこの四角い穴がある。でこの四角い穴と下の穴点々ってある部分がこの内側と、形状合うようにして、まず挟むと。そして上のこいつがガタガタ動かないように、こいつもしっかり固定した状態でこいつを閉じると、こういう感じですね。はい、これでとりあえず固定 OK で、こちらのパーツを止めるためのワンパーツが、先ほどいらないって言ったこのちっちゃいパーツね、これ使うみたいです。これで固定すると。で一応固定するポイントが4点だね。 この首のやつ1点と、この左右から伸びてきたパーツの穴2点、あとこのボディのこいつの穴1点、全4点をしっかり固定してあげますと。はい、でこれができたら、先ほどこの上に乗っかってたこいつをここの部分にパチンとつけてあげる。こうつけてあげると、あんまりしっかり固定されないのはしょうがないかな。実際パチンとは止まらないんで、まあこういう風につけてあげるよと。そしてこれができたら、もうこいつとこいつはくっつけちゃってもいいと思います。こうやって固定してあげると、はい、くっつきました。要はここの部分でついてるだけなんで、もう実際こいつガバガバなんだよね。まあ一応こんな感じでつけましたと。でこれができてから、もうこっち側に伸びていくよという感じですね。で手の甲のパーツが実はここにくっつくようになってるんですね。それをここの部分に忘れずにつけるよと。で一応右左は形状決まってるみたいなんで、そのまあ場所っていうか位置っていうかね、に合わせてパチン、そして反対側もパチンと、ここにつけてあげる。はい、こういう感じです。でこれができたら、もう先に首だね、ここの部分をつけちゃいたいと思います。でこれ外して、ここの部分、これ最後でいいと思います。先にこっち組んだ方がいいかな。でこいつをここから抜いて、ここに左の腕パーツだね、こいつをここにエイヤと、そしてブスリ、これによって首の角度が決まるっていう感じですね。これができたら、今度こことここをつける前に、この間に、二の腕のアーマーね、こいつとこいつ、この2つを入れるんだけど、こういう感じで重なる形かな。そしてこれがここのところにドーンドンって乗るんだけど、こいつ自体はまだ固定されないんで、ここで固定すると。だから上は首側でつけて、こっちはどっちかというとボディに近い側で乗っける感じかな。そして内側で接続すると、そうするとこうなる感じですね。はい、
最初こう伸びてましたけど、実際オブジェ形態では向きがこうなるようになると。今で言うとこう斜め上向いてる感じかな。そしてこれができたら今度ここの部分とかにパーツをつけていく形になります。でまずこうやってね、ま、これがマスク、マスクのこの額っていうかね、ここの部分にあるパーツを外してこの状態にすると。そしてこの状態にしたら、こういうパーツがあるんで、こいつをここにこうくっつけてあげて、こいつをここにつけると、こういう感じで。これ余ったやつどこにつけるかって言いますと、これ裏側のここのところにぴったりはまる溝があるんで、ここにガチャッとつけてあげる。ここにつきました。そして胸部パーツを、こいつをここのところにえいとつけてあげると、これでまずメインとなる部分が完成するという感じです。あ、まだここのところにねパーツつけなきゃいけないんで、やっちゃおうか。まずここら辺につけるんですけど、一番上のここの溝、ここのところにウィングがつきます。そしてこことここだね、この2箇所に肩アーマーがついて、ここにフロントパーツがつくと。でまずフロントつけちゃった方がいいかな。このフロントをここのところにこうつけてあげて、この2箇所、あ、こっちや、ここの2箇所に肩アーマーを用意してつけると。して、こう見た時に一番左側のここのところに、肩アーマーの左、L ですね、これ内側に刻印あるんで、こいつをここのところにつけるんだけど、裏側から支えてあげたりしないとつかないと。でこいつも同じく今度右側なんで、下側にこのようにつけると。そしてこう下げてあげればこれで OK かな。で一応これで前段階完成なんで、羽は最後にしたいと思います。なので一旦こいつをどっか避けときまして、で今度、サイドの足だね、足部分をつけると。でまずこいつが左、こいつが右なんで左を組む。でこれもこことここで割れる。でここに太もものアーマーをつけるんだけど、こいつよりも先にこっちで重ねてあげて、で裏からつけるって感じかな。その方が多分ね、向きっていうか位置取りが多分しやすいと思います。はい、これ深く刺さないと、ピンがしっかり刺さないんで、こういう感じにしますと。で今度ここのところに膝アーマーをこう入れるんだけど、これも同じだね、形状決まってるんで、しっかりギュッと入れた時にどっちかというとピンが外に向くんでね、これちっちゃいピンがついてるんですよ。ここだね、このピンのことです。これがちっちゃくついてるんで、これを外になるようにつけてあげると。そしてこいつでブスリと刺してあげると。そしてサイドアーマーね、ここに、サイドアーマーをつけるんだけど、 L、 これも内側に刻印あるかな、これ右だ、内側に刻印があるんで、それに合わせてここのところに、プチンとこうつけてあげる。そしてここのところに膝アーマーをくっつけて、で先ほど言ったそのピンですね、このピンを、使用してこいつをこう取り付けるんだけど、最終的にこの本体の方とくっつけてベースに乗っけてからの方がいいと思います。というのも、あとこいつをつけた時の衝撃とか、ベースに乗っけたりあーだこうだっていう時に多分触って取れると思うんでね、これ後にした方がいいと思います。なので反対側、こっちも同じ工程なんで、ささっとやっちゃいたいと思います。はい、もう一個できました。でこれができたらもうこいつとくっつけちゃうと。そして刺さるところがしっかりあるんで、まあ、そこと形状を合わせてガチャッと刺して、あとこいつのね R と言いますか、こいつもしっかり合わせてあげる。そしてあと反対だね、これちょっと取れやすいね、やっぱりオブジェ形態は、非常にパーツが取れやすいです。オブジェ形態っていうか、セイントクロスマイスシリーズに言えることかな、結構取れやすいっちゅう印象がちょっとありますね。まあ、つけたらこんな感じ。先ほど言った R っていうのはここのラインだね、このラインが、あんまりぴったりくっついてないと非常にかっこ悪いんでね、ピシッとくっつけてあげるという感じです。であとこちらのベースを用意して、そして、こちらのねスタンド、これをここの部分にこのように乗せて、でこう縦だね、でこの縦が内側につくみたいなね、
本来はここにくっついてって、このように取り付けました。そしてちょっと倒れちゃいましたけど、これをこう乗っけて、こいつをくっつけてやるけど、向き間違えたね。こうじゃないな、こっちなんだ。こうで外れてしまった足を戻し、ちゃんとつけて、でここでくっつけて、この後ろのピンで本体を支えるっていう感じかな。はい、このように取り付けました。一応支えてる点っていうのがここ一本なんでね、それプラスこれで本体を軽く押さえてるだけなんで、非常にバランスが悪い。でやっぱりここの辺がね、ポロポロ取れるんだよね。ちょっと気になるかな。したあとこの羽だね、この羽をつけるんですけど、実はここの根元の部分に点々っていうのがね、1個ずつ、こっちが1個、こっちが2個、2個ある方が左になってるんで、左足のここの部分につけてあげると、こんな感じですね。で反対側、右の方も同じく、ここの部分に反対もつけると、こういう感じになります。で一応これができたら、最後に羽をつけて完成ですね。一応羽は一応大きく開くことができて、根元もガッと動いて、こういう感じにすることができるという感じですね。して、なんか根元のパーツがこうやって動くと。して、最後にこいつをここのところに、こうやってつけてあげて、ウィングの位置調整とかをちょっとしてあげると、まあ大体こんな感じかな。っていうか、もう触りたくない。というのも、先ほどからこの羽つけますとか台座に乗せますって言ってる間に、胸部が外れたり、下のこのシールド外れたりとか、このピンが外れたりつって崩壊を何回も迎えてます。なのであまり大きく触りたくないです。というか、このオブジェ形態自体今回で最後かなって言いたくなるぐらい崩れやすいですね。一応つけたらこんな感じです。いかがですかね。格好はいいんだよ、すごく躍動感があるっていうかね。こういう風に羽パッと開いてね、こう首の角度といい、こういう感じですごくいいっていうのはわかるんですけど、どうしてもこれを見ていただくとね、こういう風に見ていただくとわかると思うんですけど、バランスがどっちかっていうと中央よりも左側に寄ってるんですよね。だからどうしてもこっち側に倒れやすいと。それを支えるための細い金属の棒なんですけど、こいつ自体もこの台座の方にパチンって入るわけではなく、スッと乗ってる感じで、さらにこちらの後ろの部分を支えてる部分も、これをねパチッと止めてるわけではないので、どうしてもここの部分で滑って落ちたりとかするんですよね。でそれによって、ボディのね中核部分をつないでる小さい胸部プレート、それも今浮いてるぐらい外れてるのもありますし、シールド自体もガチッと固定されてるっていうよりもレールに添えてるような感じになってるんで外れやすい。あとは、全体的にここの膝の部分の接続がどうのとか、そういうのが全部重なっちゃってね、簡単に倒壊しやすいっていう、一応これで満足してっていう感じかな。あまりおすすめしないかな。新品だと全体的に多分きつい感じになるんで、もうちょっと組みやすいと思うんですけど、1回2回3回4回と組み替えをねやっていくと、どうしても緩くなっちゃう部分があるんで、その部分はもう補強がね、ちょっと軸を太らせるとかね、もうちょっと組みやすくなるようにちょっと加工が必要になるかもしれないですけど、そういう風にした方が安定して組めるかなっていう感じがありましたね。全体的に格好がいいだけにちょっと若干残念かなっていう感じが若干ありましたね。はい、ということで一応今回は、セイントクロスマイス、キグナス、ヒョウガ、ゴッドクロスより、キグナスの、クロス、カッコゴッドクロスのオブジェ形態、こちらの方を組んでいきました。ということで次回はこちらをバラして、ヒョウガ、そちらの方に取り付けていきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バーイ。